はい、じゃあトングは持ってきました。いつものこれですね、トングは。これで畝を上げたいと思います。あ、大丈夫だね。ここはもみ殻がね、大量に入ってるところなんで、そんなに土硬くないですね。いや、白い雑草の根っこがいっぱい出てる。まあ、今一回入れとくとね、このり面の草がね、かなり予防できるんで、まあ、一回入れておきましょう。あとはね、オートカルチにつける梅土器っていう畝を上げる機械もあるんですが、まあ、竹志農場的にはあまりそれは使わないで、手作業でね、ちょっと様子を見ながらやっていきたいなと思ってます。ちょっと今日は長袖は高いかもね。よいしょ。やはりね、自分は若いと思っても体は正直だよね。本当に。昨日もね、ちょっとパソコンやってると腰とお尻が痛くなっちゃうんですよ。なもんですから、今はね、こういう作業半分、パソコンの方の編集半分、どっちかを半日やるっていうのは、パソコンの方がきつくなってきてね。まあ、これから暖かくなるんで、こういう作業のがいいんですけど。まあ、あとはこれから熱中症との戦いだよね。で、まあ、自覚はしてるんですけど、やっぱり感覚がね、鈍くなってきますんで、暑くなったの気がつかないでね、一生懸命やってて、熱中症になるなんていうのも、なきにしもあらずだからね。で、うちなんかワンオペでやってますんで、具合悪くなってもね、誰も気がつかないんでね。まあ、その辺は自分の身は自分で守るっていうことだよね。で、自分も熱中症に、じゃないかなっていう症状が何回かね、出たことあるんでね。特に今日みたいに、からって晴れてる天気じゃなくてね、薄曇りなんかの方が、ちょっと油断しちゃうんだよね。今日は曇りだから暑くならないだろうなんて思ってね、油断してやってると、意外に暑くてね、気がついた時は熱中症というのが結構多いんでね。まあ、自宅ではまだいいんですけどね、田んぼでの作業の時はもう必ず水を持っていくと。それと、熱中症になるとね、力が入らないそうです。なもんですから、ペットボトルの飲み物はね、必ず封を切って、一方は。でないと、熱中症ひどくなってね、自分の車へ戻ることできても、水分補給できなくてね、その場で意識なくなっちゃうなんてことも ね、なきにしもあらずなんでね。はい、封は切っとくっていうのは、まあ、これからやっていきたいなと思ってます。ということで、1往復は終わりました。これから同じ作業なんでね、とりあえずビデオは1回止めます。あ、今日は意外にあったかい。上着抜いてからまたスタートします。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。